はい、基礎から学べるバレーボール上達法の阿部です。この動画ではバレーボールの技術を学んでいく過程でつまずきが起こるポイントを解決して皆さんと一緒にレベルアップを目指す動画になります。今回は Yahoo! 知恵袋の質問に答えていきます。今回の質問が、僕は今中1です。バレーボールをやっているのですが、なかなか身長が伸びません。170センチです。まあまああるじゃんと思うかもしれませんが、バレエ界では小さい方なので、これからずっとバレエを続けていくためにも身長を伸ばしたいです。好き嫌いもないですし、ストレッチも毎日しています。でも身長が伸びません。もう諦めた方がいいんでしょうか、っていう質問です。はい、じゃあこの質問なんですけども、中学校1年生で、バレーボールをしてて、身長170センチで、で、今ね、バレー界っていうところに入ってると思うんですけども、その中ではあまり身長高い方じゃないので、で、身長伸ばすために、ストレッチとかもいろいろしてるんですけども、なかなか身長伸びないっていうことなんですけどね。はい、じゃあこの質問に対しての、結論としては、ちょっとね、厳しい言い方をしますけども、このね、身長は伸びないぐらいの程度でね、諦めようかっていうふうに思っているようなら、この先ね、もう同じようなことが思うと思うんですね。なので、今のうちにね、諦めた方がいいのかなっていうふうに思います。しかもね、早ければ早いほど、違うことにね、挑戦ができるので、早くね、やめた方がいいのかなっていうふうに思います。仮にね、身長が伸びたとしてもね、今度はね、ジャンプ力が伸びないからとか、パワーがないからっていうふうにね、いくらでもね、やめる理由が出てくる、今言い訳が出てくると思うので、今ね、やらないうちからもうダメだって決めつけて、諦めるってことは、バレーボールに限らずね、どんなことでも言えると思うので、できない理由っていうのをすぐね、探してしまうっていう人は、なかなかね、続かないと思うので、今回バレーにしてもなかなか厳しいのかなっていうふうに思いますね。仮にね、中学校1年生で170センチね、あるんだったら、周りからね、してみたら、私高いと思うんですよね。そのバレーの階だと低いかもしれないですけども、私がね、中学校の頃だったら、170センチって言ったらもう一番高いレベルだと思うんですよね。全国平均からしてもかなり高い方だと思うので、それで、ね、バレエを続けられないっていうのが、身長がね、足りないから、バレエを続けない、諦めようっていうふうなことはね、バレエを続けると身長が伸びないっていうのは全く関係がないことですよね。で、私の周りにも身長が170センチない人でもバレーボールをやってる人はね、たくさんいますよね。周りの身長が低いっていう人は、身長が低いからバレエができないなんて思ったことが、ないと思うんですね。別に身長が、ね、低かろうが高かろうが、バレエをやりたいからバレエをやるってことであって、バレエをね、その人さんのようにバレエがね、身長が伸びないからもう諦めた方がいいのかなってね、全然バレエをやめる理由ではないと思うので、なかなかね、そういった理由でやめようと思うんだったら、ちょっと厳しいような気がしますね。あと今回はね、身長が伸びないからっていう、理由にはしてると思うんですけども、あとその他のね、バックヤードで、バレーボールがうまくいかないのを、身長が伸びないからっていうせいにね、仕事を諦めているんじゃないかなっていうふうにね、思います。身長伸びないっていうのも理由なんですけども、その他ね、バレーが周りの人よりうまくならないとか、うまくいかないことが続いていて、ちょっと諦めムードになっているの可能性もあるので、この人が身長だけはね、全て理由ではないと思うんですけども、いろんなね、理由が重なって諦めた方がいいんじゃないのかなっていうふうに思ってると思うんですよね。ちなみに私が中学校1年生の時には、身長154センチですね。身長154センチで、チビはレシーブとね、トスだけ頑張ってろと、みたいな感じで、レシーブをね、すぐ頑張って一生懸命バレーボールをした覚えがありますね。で、高校になったら、身長179センチで、ポジションはね、レフトで、県大会ね、優勝できました。当時私が中学校1年生の時に、身長が150センチで、身長が低いからバレーボールを諦めようなんてことは全く思ってなくて、やっぱりですね、練習を重ねていって上手くなっていって、いつかレギュラーになろうっていうふうにね、思って、やっぱ練習をしていたので、身長が高くないからバレーボールを諦めようか、できないやっていうふうに思ったことは一回もなかったですよね。当時は身長が低かったから、じゃあバレーボールを諦めていたら、高校生の時にね、県大会でね、レギュラーとして優勝できることはなかったと思うんですよね。まずね、この方に言いたいのが、まずはね、本気でね、バレーボールやってみてください。そこからいろんなことがだんだん分かってくると思うんですね。身長が伸びないとか、うまくできないとか、スパイクないとか、レシーブできないとかっていうのは、いろんなことが出てくると思うんですけども、だんだんね、そういうことを克服していって、だんだんバレーボールが上手くなると思うので、身長が伸びないからといってバレーボールを諦めようっていうことはね、あんまり私はしない方がいいので、まずは本気でバレーボールをやってみた方がいいと思います。はい、じゃあ今回質問の回答をまとめますと、厳しいことを言うと思いますけどもね、この程度でね、諦めようと考えているようなら、この先ね、間違いなく続かないので、
辞めるんだったらね、早く辞めた方がいいですし、しかも早くね、辞めれば辞めるほど、まあいいと思います。身長はね、170センチと高い方なので、身長は伸びないからね、諦めた方がいいんですかっていう変な理由でね、辞めるのは、まあ基本的にもったいないので、まずはね、そのバレーボールにね、これから本当に挑戦したいんであれば、本気でバレーボールを一度ね、自分がね、納得いくまで挑戦してみたらいいと思います。で、もしね、それで、本当面白くなかったらやめればいいと思うので、まずはね、本気でやってみた方がいいのかなというふうに思います。はい、今回の質問なんですけども、今中1のバレー部で、まあ、身長が170センチあると。で、バレーボールがね、続けていく上で身長伸ばしたいんだけども、ストレッチとかね、いろいろやっても身長伸びませんと、もう諦めた方がいいですかっていう質問にお答えしました。はい、この動画で質問、バレーボールの質問はコメント欄にお願いします。この動画の方はね、高評価ボタンお願いします。チャンネル登録をしない方はチャンネル登録もお願いします。Twitter、LINE やってもしますけど、フォロー等々お願いします。私の方で YouTube 以外にもブログでやってますので、下にリンク貼ってあるので、もしブログの方でもいろいろ記事で、ね、載っていますので、よかったら見てください。また明日も動画が来ますので、必ずお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。